ここで何をするつもりだ。サマリルを目覚めさせる。レニオン様が施した封印をお前に解けるとは思えん。サマリルに施された封印は大したものではない。あれがレニオンにとって大した存在ではなかったようにな。地中に沈められ手足を動かせず身動きが取れないために這い出ることができない。その程度のものだ。己で解くことはできないが、力があり、その意志があれば封印を解くことは可能ということか。その認識で間違いはない。ダナオスと言ったか。あやつにも封印を解くことは可能であった。サマリルの封印を解く。下がってよ。この時をお待ちしておりましたぞ。封印を解いていただき感謝いたします。礼は良い。サマリルよ、何時の所持するその契約の腕輪を渡してもらおうか。まさかそのために封印を解いたと。ご冗談を。契約の腕輪は私そのものにございます。これを渡すことはすなわち私の命を渡すこととは同じ。いくらカオス様の申し付けとてこればかりはお渡しできませんな。ならば奪うまで。この者たちは私の連れだ。まさかカオス様ともあろうお方が人ごときとおたわむれになるとは。人として生きたことで感化されましたかな。お前には関係ないことだ。確かに私には関係のないことです。カオス様のご都合は、ましてや人ごとき虫けらの都合など。その虫けらの力を借りねば自由になれぬとは不自由なことだ。恐れを知らぬ愚か者よ。今すぐこの場で真の恐怖というものを教えてやってもよいのだぞ。まあ知ったところで教訓として生かす場もなかろうが。サマリルよ、もう一度だけ機会を与えよう。私に契約の腕輪を渡すか、それとも死か、どちらか好きな方を選ぶがよい。どちらも私にとって面白い選択とは言えませんな。今のあなた様と取引をするほど私は愚かだとお思いですか。であれば認識を改めていただかなければなりません。もったいぶらないで、渡したくないって言ったらどう。久しぶりに出られたからと舞い上がりすぎだ。気色悪い姿を晒すな。わめくな虫きらめ。弱カオス様と話しておる。今どのような事態が起きているのか存じております。
あなた様の半身がメビウス様に囚われていることも。どうしても渡さぬというのか。申し訳ございませんが、今のあなたに従う理由はございません。まあメビウス様でしたら話は別ですが。そういうことか。お分かりいただけたのであれば、そろそろあなたの命をいただくとしましょう。半身とはいえその力があれば。ようやく本性を現したみたいね。あんたには消えてもらう。カオス様に害をなそうとは、身の程知らずにも程があります。あなたには似合いの場所を用意して差し上げましょう。ここよりも気に入るでしょう。何しろこれから向かうのは神々の住まう世界ですからね。いい気になるな、虫けらどもめ。カオスともどもかけらも残さず、そのすべてを食らってやろう。我は暗黒の魔王サマリル。闇よりなお暗き闇を世界にもたらす者。さあ暗黒の底に沈め、永遠のせめくと絶望の中、望めぬ死を渇望せよ。来るぞ。とっとと消えな。いかなるものか、その身で知るがよい。デッドエンドストーム。その程度か。そんな。ほら、しっかりしな。後悔させてあげましょう。Thank you.
その程度か。蹴りをつけるぞ。始めてください。このまま行きな。愚かなことをするのだ。魂の始末、それが払うべき代償です。砕けな。絶望せよ。
まだだ。ほら、しっかりしな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 。我が意に応えよう。憎悪と苦痛、絶望と死で天を満たし、今こそ闇で世界を閉ざそうぞ。ヘルズビクトリー。私の居場所はないってことか。来なさい。勝手にしてくれ。泣き声を聞くつもりはありません。痛みは生きている証だ。遅れるな。どけ。
導きましょう。その命、神に返しなさい。また遊んでやるよ。手に入れてみせる。私の世界。次はドイツが相手だ。すべてがその時まで。当然の。にはいかないの。百八煩悩を振り払い前進してまいります。これも皆さんのおかげです。生徒は戦うこと。私、お兄ちゃんのために頑張る。修行に終わりはない。いつか必ず追いついてみせる。引き返すわけにはいかない。もっとお役に立てるように頑張ります。これは通過点にすぎません。光の導くまま。バカな。認めぬぞ。世は暗黒の魔王サマリル。世界を闇よりも深き暗黒で満たす者。抜けた貴様に代わり世が世界を滑るのだ。三下は黙ってな。サマリルよ、お前がメビウスとつながっていたのは気づいていた。だがその程度のことは問題ないとあえて放っておいた。その結果、あの世界を滅ぼすことになる戦いが起こってしまった。
私は後悔して、できるものならばあの時代に戻り、お前を葬れればどれほどよいか。それは叶わぬこと。ならばせめてこの場でお前を葬り去ろう。二度と間違いが起こらぬよう。なあ！世は世界の覇者、世界を滑る者を必ず蘇り、貴様らを暗黒の世界へ叩き落としてやろう。貴様らは永遠の攻め苦の中で死を懇願することになるだろう。無論死ぬことを許しはせぬがな。消えるがよ。さすがは古の魔王、相手として不足はなかった。相手が悪かったってことさ。まあ、あんたのおかげなのは間違いないけどな、カオス。止まれ。その腕輪に手を出すな。お前の父親と同じ運命をたどりたい。メビウスの元へ向かうぞ。ダナオス。お父様。